皆さんこんにちは、ギャレバンゲーム TV へようこそ。それではバイオハザードゼロ前回の続きからスタートです。何おいおい、始まって早速かよ。でけえコウモリだな。どうする？よし、やったか。マグナムだからね。落とした。うわーすげー。で、何かを使って登れそうだ。フックショット欲しいな普通に。で、後ろのあれかな、はしごだよね。地図にあったもんね。後ろから開けられるってことかな。これは何だい。エレベーターの電力、ブレーカー上げる。お、着いた。よし、じゃあこれ乗れるんじゃん。いいよ、いい感じ。了解。なんか落ちてない？あれ光ってるな。なんかグリーンハーブとかそういうのないの？これとかなんか緑っぽく見たけど違うんだね。レッドハーブだけか。じゃあこれでビリーを呼べばいいってことだよね。さて行くぞ。どこへ通じんだろう。ん？なんだ？研究所。来たか研究所。おお、登ることはできない。これあれじゃない、ビリーに乗っけてもらうしかないんじゃないの。これポンだな。何かを探索した跡があると。これ生きてそうだぜ。死んでる。これ手紙があるよ。マーカスの日記。剥離剤が必要だって、カプセルを開けるには。なんだよそれ。これもフックショット使えそうだな、ここな。だってこの先は行けないんでしょ。だってセーブポイントがあるだけで。ちょっと行ってくるね。なんか手紙がある。臓器のようなもの。これは研究所管理人の日記。昼のことでしょ。だからやばいやばい。あめ、これがびっくりだよ。これ何、地図か。で、こっちは何かあった。何かあるよね。サンプル手に入れた。よし、これでこっちか。いやー、いきなり出てくるから怖いよな。で、これはどこなんだい。
ここの緑のところか。下の階層。あ、これ入ってきたところじゃないかな。鍵閉まってるな。ここ開いてない。うん、これはつなげるんだね。いつ鉢合わせるか分かんないな、やつと。この正面の扉開いてるんだね。うわ、なんか、あ、いたいたいた、怖い。もうヒル育成日記4匹。よし、これが多分パスコードだろう。他に行けるところはないのかな。ないのか。行けそうなんだけどな。ここだけ。ガスを注入。なんもないもんね。だってここだね。これは関与エレベーター。資料室に送るか。なんかいるな。あ、痛い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 。これじゃないかい。これはめるんじゃないか。違うか。これじゃないか。なんか落ちてる。あ、ありがたいね。ここには何もないか。他には。あとは手紙。怖いね。マーカスの研究は今でも続けられてるってことだよっていう、そういう文章。どこにいる。いけ。多少大丈夫。いけいけ。あー、もう。そう、抜けろ。やばいやばい。やばい。なんだっけ。バカ。回復がねんだって。あった。とりあえずレッドハーブこれを持って、よしよし、逃げた。なに。待て待て、やばい。
違う、これ、これじゃなく、これ避けろ。強すぎだろ。あぶね。よし、なんとか、なんとかやった、やった。そうだね、これで緑の薬品が入っている調合。よし、剥離剤ができたぞ。これに入ってたんだね。そしてこれを使う、組み合わせてみよう。これね、剥離剤調べる。 OK で、これを組み合わせてみる。できた。調べる。ヒルのオブジェ入れるところあったね。回復アイテムがないのがちょっと怖いけど。え、何も起こんない。嘘、マジか。じゃあしょうがねえ、先にビリーに送るか。なんか起きてくれよ。開いた。さあ、何がある。さて、ドキドキするぞこれ。なんだここ、比較的綺麗な部屋じゃないか。死者を慈しむ女。わあ、なんか綺麗じゃんここ意外に。なんか落ちてるぞ。おい、なんで人骨があんのここに。入力調整コイル、まあ、取っておこう、とりあえずな。まだ何かある。ん？ジェームスへ卒業の記念写真だって。Judging from the age, that guy could be Marcus's son or grandson. カウンターテナーの。これは弾だからこの先か。もうでも変異体のやつはやだよ。強かったもんな。あ、なんかあるぞ。あ、これがもう一個のヒルかい。じゃあこれを渡そう。よし、怖え、見えないし。どこ？張ってるやつだな。よし、張ってるやつ狙いづらいよね。死体を保管してるんだってここ。うわ、ただ詰め込まれたような感じだってさ。これ何？お、滅菌剤。あ、じゃあこれを使用してさっきのガスのところに。痛い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 、怖い、もうやめて、もう怖いよ。この滅菌にこれを使えばいいってことだ。何が出てくるんだろうな、この中に。何が入ってんだろう。これ調べる。
滅菌剤入れたよ。さあ何があるんだあれ。なんか中にもさあれ生きてそうじゃない、なんかゾンビでいそう。ほらやっぱり危なかった。飼育室の鍵、飼育室の鍵ってあったっけ。飼育室ってどこだ、調べる。怪物の顔、ああ本当だ、すごい怖いねこれ。